菅総理大臣は訪問先のベルギーで記者団と懇談し、福島第一原発の海水注水問題で情報が混乱したことについて、自らに責任があることを認めました。菅総理は海水注入について改めて知らなかったと強調しました。その上で、福島第一原発の吉田所長が海水注入を続けたことについては、結果として間違いではなかったとして、処分は必要ないとの認識を示しました。ただ、情報が二転三転したことは、全体として責任を感じていると謝罪しました。一方、内閣不信任案に民主党内からも同調する動きが出ていることについては、一致結束した行動を取ってくれると信じていると繰り返しました。その上で、当確の動きを強めている小沢元代表に対しては、帰国後、会う機会があればありがたいと述べて、自らが説得する考えを示唆しました。週明けの国会は不信任案をめぐって激しい攻防となりそうで、菅総理は原発対応や重要法案の成立を目指すどころか、ガタガタになった党内の立て直しを始めることになります。